山陽電気鉄道二百七十系山陽電気鉄道二百七十系電車は過去に存在した山陽電気鉄道の通勤系電車で二百五十系二百七十から二百八十九を区別するための通称である。長年の国史で老朽化が進行しつつあった百0 0系及び1系の機器流用車として九百五十九年より九百六十一年にかけて 川崎車両で270の273と274から289の2グループに重量が製造された。当初は2両編成で特急から普通列車まで幅広く使用されたが、後年は2 5 0 8 2 0 8 5 0の各形式と根結、あるいは同型車のみで3両編成に再編の上、普通列車専用として使用された。 正式には250系の第4から6次車をなす車両群であるが全世代モデルにあたる第1から3次車とは車体の形状構造が大きく異なるため便宜上270型と呼ばれていた100系及び1000型は神戸姫路電気鉄道1系の機器流用車として登場した旧標語電気機動急進機電鉄線直通用副電圧車の 宇治川電機51型をルーツとする14メートル級強幅車体の小型車であった。第二次世界大戦後の山陽電気鉄道線では運輸省からも波63型の割り当てを受けた広幅車体の800系入線に際し、全線全域についてホーム幅が削られ車両限界が拡大された。その結果、100系、1000型は 他の在来車同様に張り出し式ステップの取り付けが実施され、特にラッシュ時の乗降に不具合が見られるようになった。このため、820.850系の増備が一段落、した1951年から850型に順次が2.8メートル幅の広幅ながら、流用を行う台車の荷重制限の都合で、 車体長を17メートル級から15メートル級に2メートル短縮して、時長の軽減を図った車体を新造し、これと100系の車体を乗せ替える工事が開始された。250型と呼称された、この車体更新車は、1951年から1954年の間に3次に分けて、計8両が川崎車両で製造されたが、その間の急激な技術の進歩と、 乗客像によって毎回仕様が変更され、最後の第三次車では、車体設計技術の進歩などにより、特急車である八百五十型と同等の十七メートル車に、スケールアップされるに至った。ところが、九百五十五年に製造が計画された第四次車は、大枠の仕掛か,かり、段階で予算が、新型の WN ドライブ搭載車である二0系、第一編成に振り向けられたため、 急遽工事が中止され、以後しばらくは老朽化した1 0 0 1 0 0型が、なんだ回収を行われないまま、継続使用されることになった。しかし、特急車として2000系が増備される過程において、潜在復旧車を含んでいた1 0 0 1 0 0系の著しい老朽化と、収容力及び乗降の安全性の不足、それに2000系との接客設備の極端な格差が、 顕著な問題となってきた。このため、再度100.1000系の車体更新が計画され、これらの伝送品の一部を流用しつつ、2000系、第3次車の車体をベースに新規設計された17メートル級キロ幅計量車体と組み合わせることで本形式が製造された。1959年製の第1次車270から273。 1960.1961年生の第二次者274から283、1961年生の第三次者284から289の3次に分けて更新工事が実施され、形状から第一次車と第二点三次車の2グループに対別される。上述の通り、2000系、第三次車の設計を基本とする順調格構造の 車体幅2.8メートル、車体長17メートル級軽量、全金属車体である。ただし、固定編成の特急車である2000系とは異なり、一両単位の増解決が考慮されたため、800ミリメートル幅の強幅貫通路が前後に設置され、貫通引き戸が設けられた。座席は普通列車主体に運用されることから、ロングシートとされた。 ただし特急運用への重当を意識して長時間の着席でも疲れずグレード感を演出できるようソファの掛け心地を意識し奥行きを 510mm とした低座面仕様となっており座り心地は同時代の関西私鉄の車両中でも非常に良好な部類に入ったまたこの寸法はその後山陽電鉄が導入した各形式における座席設計の基礎となっており 最新の6000系にもこのロングシートの低座面、設計は継承されている。第一次車である270から273は、客用扉幅が2000系に順じて設計され、窓配置が D1D8D2 であったが、274以降は、ラッシュ時対策として、客用扉幅とその吹き寄せ部寸法が拡大されたために、 扉間の窓が1枚削られて D1D7D2 となり窓そのものも換気改善を目的として上段加工下段上昇式に変更された第一次車では250型までに順じて各車の運転台よりにパンタグラフが設置され高圧引き通し管を屋根のほぼ全長にわたって設置し連結面で床下に引き込まれていたこれに対し第二次車では 容量増が図られた、この高圧引き通しだが屋根状の美観を損ねるとして、パンタグラフが連結面寄りに移設され、続く第3次社でもこの配置が踏襲された。第2.3次社のレイアウトの場合、同型車を背中合わせにして二両編成を組むと、パンタグラフが隣接するため、河川の押し上げ力が課題になる恐れがあったが、本形式は基本的に普通列車用であって、 高速運転に強されなかったためか、最後まで、その配置のまま使用されていた。もっとも、初期には、片方のパンタグラフを下ろして、特急運用に充当される姿も記録されており、このレイアウトは高速運転時に不都合があったことを、示している。設計段階ですでに2000系で確立されていた、設計を応用し、ほぼ完成の域にあったためか製造後の車体改造は、 ほとんどなく、後年の改造は、全面貫通扉への種別、行き先表示器の設置と、列車無線及び ATS 導入に伴う、保安機器の追加搭載、それに全消灯の白熱灯1灯から、シールドビーム2灯への変更が実施された程度に、止まっている。主電動機は100型からの流用品である、芝浦製作所 SE-107 を、整備、改造の上で、採用した。 この SE-107 は、提携先であるアメリカのゼネラルエレクトリック社製 GE-263 を芝浦がスケッチ生産したものである。これは、オリジナルの優れた設計を忠実にコピーしており、性能は遜色なかった。このため、波数比を正しく設定すれば全開時で時速 70km 走行を、 弱め海時併用で時速 100km 走行をそれぞれ常用可能とする出力特性を備えていた。産業の場合、新規1型に GE-263 が搭載されていたことから宇治電 51K66 以降には国産の同等品である SE-107 が採用されたものである。これらの主電動機は本来の投入線区であり平坦で 直線主体の良好な線形を備える赤市異性の旧新規電鉄区間において、その高速性能を最大限に発揮した。主制御機は、種ネ社の芝浦 RPC-101 の老朽化が著しかったため、これに変えて日本国有鉄道正式の CS5CS10 が搭載された。なお、採用されなかった r p c 1 0は、その後、 旧兵庫電機由来の GE 社製、K38 系直接制御機を改造した特殊な間接式制御機を備えていた200系、第1次車の更新時に、その一部が整備の上で流用されている。本形式で特筆すべき事項の一つに、1972年に富士電機の手で開発され281で長期実用試験が実施された電気子直波制御機の搭載がある。 二章二重直波回路を合成周波数 400Hz で動作させるこの制御機は、1969年に札幌市交通局向け地下鉄用試験車に、同じ富士電機が供給した電気子直波制御機の延長線上にあり、工述するように抵抗制御機を搭載する在来車と混用されたこともあって、直波制御のメリットの一つである改正制動機能をオミットして、 立交専用とするなど、極めて簡素な主回路設計であった。だが、それでも、この制御機を搭載した281が、営業運転に供されたものとしては、阪神電気鉄道7001.7101型と、低都高速度交通営団6000系に続く日本で3番目の電気市直波制御車となったことは、特筆に値する。なお、日本では、 史上唯一の吊り掛け駆動方式直波制御電車となった281だが一般営業では抵抗制御機搭載車と連結して運用されておりメンテナンス性の問題も少なかった模様でそのまま1986年の廃車まで14年間にわたってこの制御機を使用し続けた。なお、山陽電気鉄道ではオイルショックと 鉄鋼不況の影響で1970年代前半以降に乗客数が減少し、新造車の投入が1977年まで4年に渡り中断されたこと、その後も製造コストの削減が重視されたことなどから、281以外に直波制御機は採用されず、抵抗制御から5000系の境自転カレージ制御を経て、 5 0 3 0系で VVVF インバータ制御へ移行している。台車は、種車同様にボールドウィン系の BW-6、BW-6A 釣り合い、両式傾向組み立て台車を装着する。これは100型より重く長い車体を支える必要から、川崎車両で新たに設計製作されたものである。この台車は、時期的に、日本国内向け新製釣り合い両式台車の、 最終世代にあたり、枕羽根のコイルバネ化とオイルダンパ装備、それにホイールベースの拡大などにより、オリジナルの BW-78 から 25A と比較して、乗り心地が改善されていた。東二見車両基地に留置されていた一時車273普通列車用として計画されたが、ラッシュ時の混雑の激化で、特急列車にクロスシート車の重当が困難となったため、 本形式が特急列車に充当されるようになり、この運行形態は3000系が出揃う、神戸高速鉄道開業前後まで続いた。以後は普通列車専用として、250.820-850系の2両編成を基本として、これらの神戸側に本形式の第二次車以降を1両、増結する、あるいは第一次車を含む、 本形式の基本二両編成に本形式の第二次車以降を一両、増結するといった形で三両編成を組んで、本線及び、アボシ線で長く運用された。もっとも、車体と伝送品の老朽化が進んだことから、まず第一次車四両が3050系の増備で1983年までに廃車され、第二次車と、 第三次社の16両については1983年の850系全廃後に編成の組み替えを実施した。この際、同系車で3両編成を組む都合から余剰となった288は一旦予備車扱いとなった後、1985年に廃車された。残る15両についても、翌1986年の5000系。 第一次車投入を機に全車が淘汰された。本形式は、その全廃にあたり、1986年8月に、団体列車扱いでさよなら運転が実施されたが、これまで、山陽電気鉄道の営業運転では、例のない、同型車による五両編成を組んで運行され、注目を集めた。廃車後、一部は、東二見車両基地に留置されていたが、最終的に、 全車解体処分された。このため、吊り掛け式駆動の旧型車としては、比較的遅くまで在籍していたにもかかわらず、現存しない。ありがとうございます。